わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。リゼさん使ってやっていきましょう。重力ワープブロックソウルスティル結構いいものもらってて、 SS がね、自強化プラス停止後に触れて敵を下輪郭で攻撃爆絶斬撃でございます。というわけでラウドラやっていくんですけども、先にごめんなさい、私落ちしちゃってます。そうなんですよ、落ちっていうか、まあ正直ね、リゼさんを使えるのは嬉しいのよ。今私もグール見てるんで、いやー、リゼさんがまさかモンスターストライクのキャラとして引っ張れるんだ、それはそれはとても嬉しいことなんですけれども、だけれどもだ、ストライクショットは弱かった。そう、ストライクショットをね、私さっきこれまあ負けちゃったんですけど、あのめちゃめちゃ期待してたんですよ。グールコラボって結構直殴りを乗る追撃が多いから、もしかしたらオラコイン系のキャラクターだけど、ワンチャンワンパンとまで言わんけど、まあ、結構な追撃が乗っかるんじゃね、ウォウウォって思ってたんですけど、それはただのウォウウォでしたね。ちゃんとオラコインでした。さすがにね、リゼさんという素晴らしいキャラクターをモンスターストライクさんが作ってくれたんだけど、うん、とんでもね、追撃がもらえなかったね。イメージどうなんだ、もしかして割合とかなのかな、あんまりダメージが入ってなかったから、なんか私勝手にしょぼーんってしちゃってたんですが、もしかしたら割合とかなのかもワンチャンしてないけど、多分そんなことはないと思う。だってもう一回言うけど、オラコインなんだもん。そう、リゼさんはね、あの入手方法がめちゃめちゃ簡単なタイプの運極なんで、さすがに強追撃はもらえなかったね。はい、というわけでラウドラやっていきましょう。で、今回ね、私上手くないんで、このベータちゃん加速プラス SS 短縮プラス、なおかつこの子の雑魚処理能力プラス動撃3種乗っかっていますんで、ご了承ください。これ多分ね、あー倒しちゃうな。全部処理しろ、リゼさん。はい、できちゃうんだな、リゼさんは。強いね、素晴らしいね。はい、突破でございます。ん、これ SS 溜まんねんじゃね。いや、そんなことない、そんなことはない、さすがに溜まる。よいしょ、ベータちゃん、ベータちゃんね、この子さ、めちゃめちゃ優秀じゃない、いろんなところで。そう、なんかね、影実コラボの時は、普通にまあまあまあ、強えなぐらいだったんですけど、日を追うごとにいろんなとこで使えて、優秀なんだわ。よいしょ。悪くない。殴り悪くないね。うん。ただまあ別にそれは、ほぼ全てのキャラがそうだから何も言えわね。あれ、地味にね、ラウドラで、まあ使う人もいないかもしれないけど、超重力持ってないから。アンチブロック持ってるんで、あの上の弾壊せますね。ハッピー。ミスった。ミスった。ああ、弾壊した。偉い。おー、クリティカル。そうだね。だから、SS の追撃中にクリティカルとかもし出るんであれば、ワンチャンちょっと強い。ワンチャンね。これは、右から行って、バリアを割ったところに爆絶斬撃ぶち込む感じで。上を拾、4P 拾ってれば多分、ブワーって HP 削ったんだけど、まあ、しゃあなし。はい、早くも中ボス行きましたい。こんにちは。そうなんだよね。本当にね、勝手な期待良くないね。そう、グールコラボだからワンチャン来てるかなと思ったが、さすがに追撃がもらえなかった。だ、そのストライクショット、早くお見せしたいです。大賢者持ってくるかと。だ、大賢者持ってきて、ボス1で負けそうになったら嫌なんで、あれ入れました。今回はパックでいきます。あのね、ラウドラを改めてやったけど、やっぱね、ボス1の雑魚処理下にいる。あれはね、ちゃんとむずいわ。あれ？あ、2倍？ん？弾3回だっけ、殴んの。弾3回か。よし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 。よくないな。正直はちょっと中ボスも削りたかったんだけど、まあいいや。リゼさんの削りで十分すぎるほど間に合うから。これも、これは、縦勘でいいかな。縦勘。加速して。まあ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 、削り。で、移動した先にいるのが、リゼさんが待ってました。いてー。ちゃんといて。はい、めっちゃ削って、2P の横勘で突破だね。よし。じゃあ、ボスやっていきましょう。でもね、正直 SS の追撃は、まあ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 、しゃーなしとしても、今のご時世だし、リゼさんっていう素晴らしいキャラクターだから、超重力はくれてもよかったんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。
うん、欲しかった。超重力。これいけるかな？一手で。最悪パック使おう。あー、ミスった。まあ、4P 場所悪くないし。うん、そうだね。加速拾えるし。OK。まあ、ただね、重力ワープブロック持ってるから、ソウルスティールはいいとして、もしかしたら今後なんか刺さるかもしんないですね。なんかめちゃくちゃ豪絶とかに突き刺さることはないと思うんですけど、ちょっといたら便利なキャラになるかもしれないです。特にモンスタースライム始めたばっかの人がね、この、グールコラボで、あ、モンスターやってみっかなって、やってみた人にとっては、まあ、悪くない運枠になると思います。よし、SS 打っていこうか。2P いいね。溜まってる。で、溜まって打った後でも、ベータちゃんが短縮してくれるんで、また溜まるっしょっていう作戦です。これはね、どうすかな。トライブパルスも怖いんだけど、まあ、リーゼさんのね、火力をお見せしたいんで、あ、これ縦勘でいいか。ちょっと距離あるけど、まあまあ削るとこ、お見せするぜ。自強カバー率は多分ね、ちょっと高めだと思う。まあ20ターンだしね。で、この追撃、かっけえんだけど、あんまり強くない。そう、あんまり強くないです。これが私のちょっとした残念ポイントですね。よっ。上は倒せないか。まあ、しゃなしゃなし。ここで SS 打っちゃってもいいな。トライパルスクだって結構痛いしね。うわ、こんな痛かったっけ。SS 使う必要もねえな、これ。いや、一応使うか。私はビビリだ。嫌いなんだよね。強っ。ちゃんと強え。ただまあ、追撃がな、ほんと何度も言う。追撃ちょっと期待したんだよな、私。お、1P、SS 売ってんじゃね、これ。横の方がいいかな？いや、縦で薄くいって、ちゃんとラウダーに触れてれば多分持ってけそう。いやー、ミスった！これはどっちになるんだ？どっちに触れた？いやー、さすがにフェニルか。そうだよね、ごめん。完全に俺のミスだ。すまねえ。そしたらここのザコシでめんどくさくなっちゃったな。まあベータちゃんいるからいいか。そう、ベータちゃんのストライクショットで暴れ回れば多分ここのフェニーなんて消し飛ぶと思うんで、頼むよ。暴れ打ちかと、あと SS 短縮。よいしょー。は？え？それ予定外です。それすごく予定外です。どうしよっかな。弾も壊さんとまずいし、考える俺。ちょっとまずいぞ、これ。あ、まずい。これまずいやつだ。パック使います。いや、これパック使わなくていいわ。OK。いやー、ヒヤヒヤもんだね、ヒヤヒヤもん。まあ、でも SS 溜まってると思えばいいか。しゃなし。痛い。斬撃？回復？あぶね、あぶね。はい。そしたら、まだ一巡。あ、でも、ジジ順で撃てるか。そうだね、ジジ順全員溜まるから、ここは頑張って普通に抜けよう。で、ラスゲ SS、SS 祭りで、いいんじゃないかな。よいしょ。ベータちゃん優秀すぎ。ベータちゃんこのクエストでマジで優秀すぎる。そしたら、もうちょっと待ちたい。よし。で、これで自順から撃てるから、突破しちゃっていいね。よいしょ。なに？突破はさせてくれなかった。じゃあ、ベータで抜けよう。ベータで抜けて、SS 祭り。で、いいんじゃね？
よし、回復しながら、ラスゲの初期配置ってどこだっけ？ラウトラ。うまいこと合わせてあげればなんか面白そうなことできそうだけど、まあでも追撃乗らないしな。無理か。OK。なんでやろな。なんで追撃もらえんかったんやろな。あと超重力。リゼさんだよ。リゼさんだったら超重力つけてもよかったろ。モンスターストライクさん。ウォウォ。さあそしたら、最初に触れるのが前提だからな。無理くさくね。無理くさいな、これ。これ最初に触れるの。これでいけるかな。よいしょ。いけ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 。リゼさんやったれ、リゼさんやったれ。やったれやったれ、半分持ってった。そして追撃は、かわいいね。まあでも半分以上持ってったからね。よしとしておきましょう。さあそしたら、SS は打たなくていいな、これ。はい。あ、打てよかった。すごい無駄な一手を過ごしました。ごめんなさい。ちゃんと打ちます。あと、あんまり時間かけると負けるしね。弾壊れてないから、むしろちょっとやばいし。そんな時はリゼさんのソウルスティールがあるじゃないか、もう、うお。あ、止まっちゃまずいな。あ、そっちがよかった。あれか、じゃあ停止後は、最初に敵がいなかった場合はあれか。あれしてくれる感じだ。あれ。あれ。どうするかな。倒して、これ、追撃2発で負けちゃう？あはごめん。ちょっとコンテさせて。もう時間も時間なんで。いや、すいません。私の本当にミスでございます。さあ、最後にね。最後に、1P リゼさんで、美しく決めますんで。何もせんでいい、何もせんでいい。やっべー、加速した。ご了承を。ご視聴ありがとうございました。ハムタロウでございます。じゃあ、これで終わろうか。無理だな。これ、いけるか？ほい。あ、追撃で終わりたかった。あ、違ったわ。じゃあ、もういいの。バイバイ。ありがとうございました。負けてごめんなさい。